答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、スタジオアッペルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマはこちらですね。叱ることも脳活性っていう話をしたいと思います。この実験はですね、校長先生とか副校長先生向けに、まあ大人向けにやった、研究結果なんですけども、やっぱ子供にも当てはまる部分あると思いますのでお伝えしたいと思います。実はこう脳活動を見ていくと、叱る時っていうのは前頭葉、これ何回も話して自分の感情をコントロールしたりとか、自分のいろいろ今度コントロールするところですね。叱るとこの前頭葉が活性化したんですよ。これ多分叱られたことによってこうピシッとスイッチが入って自分を正しなきゃいけないなとか、あ、これはこうしなきゃいけないんだなっていう思いがあったと思います。褒めるはですね、実は前頭葉というのもこの聴覚や耳のとこですね。つまり褒めた言葉ってしっかり耳に入ってるんだと思います。これうまく使っていただきたくて、ただこの話をする前提はですね、やっぱり脳活性の大事なことって子供の気持ちとか愛情なんですね。だからじゃ前頭葉を鍛えるためにどんどん叱ればいいかっていうとそうじゃないんです。ちゃんと正しいことは正しい、ダメなことはダメって伝えていくこと、それが叱ることの前提だと思いますので、じゃあ何でもかんでもですね、感情にですね任せてやっていい、叱っていいかというと、そういうことじゃありません。そのところをしっかり考えていただいて、叱る褒めるバランスよくやっていただくのが大事じゃないでしょうか。特に叱る時のポイントはですね、目線を合わせて声を低く、ぜひ試してみてください。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。メルマガ好評配信中。あなたの知りたいがきっとそこにはあります。メルマガのみのご希望の方は LINE ID を検索してください。即聴音声もご希望の方はメルマガ登録へどうぞ。